ザカリアストリュクは、フランスの彫刻家、画家、詩人、美術評論家。アンリ・ファンタラ・トゥール・バティニョールのアトリエ1870年。絵筆を取るマネに、モデルとして描かれているのがアストリュク。1860年代、前衛的な芸術家たちのスポークスマンとして、活躍した。エドワール・マネが、1863年の落選展で、 草上の昼食を出品した際や、1865年のサロンドパリでオランピアを出品した際、批評家や大衆からは激しい攻撃が向けられたが、新聞に美術批評を掲載していたアストリュクは、真似の用語に努めた。オランピアという作品の名付け親とも言われている。マネをエミール・ゾラやクロード・モネに紹介し、1868年のサロンでは、 ピエール・オーギュストル・ノワールの作品を評価するなど、印象派の評価にも貢献した。フランスに日本美術を紹介し、ジャポニスムの流星に寄与した。1867年、美術費評価として初めて日本美術に関する記事を発表し、日本から届いた浮世絵や着物、工芸品に愛好家たちが熱狂する様子を紹介している。パリ万国博覧会の後には、 日本の文化と美術に対する理解を深めるために、ジャングラールの会が結成され、アンリ・ファンタラトゥール、ブラックモン、ジャック・マール、イルシュなどの画家、版画家や、批評家のフィリップ・ビュル・ティなどと共に参加した。1870年にファンタラトゥールが描いた、バティニョールのアトリエにおいては、真似の傍らに座って、肖像画のモデルとなっている。水彩画では、サロンド・パリに入選したこともあり。 1874年の第一回印象派展にも出品した。出品作には日本人形、白い人形、日本と題された作品が含まれていたが、現在は所在がわからない。ありがとうございます。